名称漢 G1 一着速報に対するみんなの反応。連覇とか本物じゃん。連覇すごくない？初連覇ってマジ？帝王賞連覇した子っていたっけ？名称漢まだまだ元気でいいなぁ。高笑いがないからこれは名称一着速報か。でっすすー。最後30メートルくらいの伸びが異次元。最近は勝ち馬が大体わかりやすい着差つけるから勝ったか負けたかギリギリかみたいな花さ久々に見た。熱いレースで見応えあった。前残り馬場でぶっ刺してくるの相当強いなぁ。最後ギリギリ届かないかと思ったよ。あいつ2着ですうー。花さ圧勝ですうー。名称さんにまた一つ偉大な記録が。これで G1 級3勝目か。史上初の帝王賞連覇、名馬では？フェブラリーも出遅れがなければ。あれ帝王賞まだ国際通ってないんだっけ？そもそも今年は申請してなかったみたいだし申請したとしても特例昇格は難しいだろう。去年までレート足りる？足りたみたいな話してたから昇格したかと思ってたわ。前そうかしは記念の馬は来ないって言ってたじゃないか。今年はジンクスを実力で打ち破る年。さらに前年帝王賞に勝った馬も来ないと言われてたので何重にもジンクスブレイクしてる。柏記念帝王賞の連覇って他に誰かいましたっけ？同年の柏記念、帝王賞なら北高たる前が。つまり針をも馬娘化する。ダート馬だから引退まで長そうだからいつになるやら。いやー名馬だ。名称産地も定期的に強い子出るよね。毎年とは言えないが重賞戦線にぎわす子が出てくるね。ただ怒涛まで約30年 G1 級は出なかったから怒涛は偉大。そのまま名称で一番の稼ぎ頭になれハリオ。名称サムソン声難しすぎない？ドバイ買ってくれば一発だぜ。たる前クラスに稼ぐかサウジかドバイ行けばなんとか。去年から走れてたが今年に入ってから充実一途だなぁ。改めてウシュバテソーロとやってみてほしい。孫も惜しかったですね。つまり今は名称ハリオくんが名称サムソンの次くらいに名称館で馬娘になる可能性を秘めている？母父カフェなのかこの馬。実は母父カフェはダートでめちゃくちゃたくさんいる。フェブラリー S のとんでもない出遅れから猛追撃の3着を見てからファンになったよ。やっぱり強いよこの馬。見る回見てたけどハリオの前がダッサいか。お重ともうちょい戦って欲しかった馬だ。たる前でギリッギリサムソンに勝てるぐらいなのが厳しすぎる。クラウンプライドをしてたから悔しい、けど見事な勝ちっぷりだった、おめでとう。名称にもダートを巻いたのか。闘魂とかアムールとかいただろ。名称は数が多いからどこにでもいる。名称は元なりのイメージあるくらいだったしな。ダッサイ君もお重を脅かす存在になれるかと思ったら軽人体炎でなぁ。名称産地は馬主業黒字っていうのもすごい。4角の手応え良かったけどさすがに前残り馬場じゃ厳しいかと思ったらしっかり長い足で伸びてきた。ニューチャリーの分までパイロ後継としての立場を背負う馬だ。10億なんてオイルマネーで一発だってハリオの同期に等が。というかそんなに高い馬じゃない子が多いのに黒字なんですね。今回の2着馬であるクラウンプライドもドバイで掲示板入って1億円加えて帰ってきたからな。個人的に名称で一番よくわからない存在はボーラーだと思う。去年の帝王賞も熱いレースだったけど今年もすんごく良かったね。事前事業みたいな買い方してんのにそこそこ重賞出てくる。なんかたまにバグった戦績叩き出す個体が出てくるんだよな名称軍団。去年は帝王ケインズに馬券を破壊され、今年も帝王ケインズに馬券を破壊された。名称さんの座右の銘好き。むしろ名称ってサムソンと怒涛がバグで基本的にはダートの子の方が多くない？名称さんちは毎年獲得賞金ランキング上位なのすごいですよね。馬主のライフハックがあるんでしょうね。売れ残った馬を50年くらい買い続けるんですよ。なぜそのようなことをなさってくれるので？頭数も圧倒的とはいえ毎年オープン場出てるからな名称さんところ。
船舶用クランクシャフトの世界シェア 40% ってめちゃくちゃすごくない？主さんが明石の松本生まれだから名称なんだね。実力は絶対にあるんだよね、クラプラ。というか海外のダートで掲示板入ってて国内だとヒヤシンス以外連帯外してないのに4番人気は舐められすぎだとしか。クラウンプライドくんは高ボタンのあと一つの掛け違いで勝ちそうな。いつか勝てると思う、でもいつかがいつなのかわからないからもどかしい。サムソンくんも天皇賞春秋連覇だっけかすごい子だよね。天皇賞の春と秋を両方勝ってる競走馬で唯一馬娘になってないのがサムソンくんだ。馬娘に間違いなくなれる感銘の子でもあるんだな。というか天皇賞春秋連覇したのってそんなに少ないんだ。2000メートルから3200メートルまでの適性が必要な異様なんですよ。普通3200勝てるような馬は2000じゃ勝てないからね。3200走れるスタミナと2000で勝てるスピードがあれば勝てるんですよ。そもそも最近は秋天かつ馬が春天に挑戦してこない。天皇賞の春秋連覇は玉も、オペ、北さん、スペが連覇してるのは知ってる人多いけどクリークが連覇してるの知ってる人少ないイメージある。北さんの血が塗り替えられるかな天皇賞制覇。秋春連覇だからたまにカウントされなかったりする。最近の2000とかで強い馬は春天走んないから更新されないのはあると思う。天皇賞春秋連覇と秋小馬三冠が2年続いた時代があるんですよ。つまり SSK で春天と秋天勝ったスペは名馬？スペちゃんはすごいはずなのにどこかおっぺけみたいな。いつかクラウンプライドくん G1 勝ってスペちゃんの父系繋がってほしい。春天、秋天の順だけどフィエールマンは惜しかった。春秋連覇できる馬はスタミナスピードともに一流という証明だからな。よく考えたらクリークさんの菊花賞制覇ってすごいですね。クリークの高速ステイヤーという肩書きが天皇賞春秋連覇にそのまま必要な要素。タイトルホルダーが去年凱旋門行かなかったらどうだろうなぁと妄想することはある。それこそ秋天行ってたらパンサの大逃げと合わさって面白いことになったんじゃないかと思う。東京2000勝てる切れ味の馬が京都3200勝たないといけないんだからなぁ。クラシックで低い数秋天の時点で春天に行くのかって話だろうからなぁ。今は各距離のスペシャリストがレース選んで走る時代だからなぁ。春天、秋天はあっても秋天、春天は今後出てこなさそう。馬を大事にするのはわかりますがオペドトウみたいに気軽にステップレース出てきてほしいとも思ってしまいます。今はそんな時代じゃないんですよね。ドトウサムソンボーラーハリオの名称三賢人で確定か。小倉の神子と名称街道も欲しいですね。短距離とダート路線は手堅いってのはよく言われてますし、名称さんもダートの層は思ったより厚いですよね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。